ようになってましたね。そうですね、ここからたくさん見ました。本当にもう、いや素晴らしい。本当にね、接続係の皆さんもね、お力というか、音楽の素晴らしさを実感したところでございますが、さあ、いよいよ皆様、ここからは第3部でございます。第3部では、今シーズンの背番号やユニフォームスポンサー、オリヒカスーツの紹介など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 、もう超盛りだくさんの内容でございますので、皆様本当にお期待くださいませ。第3部は盛りだくさんでですね、スタッフもヒヤヒヤしています。ニコニコ生放送とちゃんと中継がつながるのかどうかなど心配していますけれども、今日は来れなかった方のためにもですね、皆さん今日の様子をいろいろ Twitter とか YouTube などでアップしていただいて、動画静止画の撮影は可能となっています。今子供用はニコニコ生放送を全世界に配信中となっています。サテライト会場のお台場のライブハウスカルチャーカルチャーでも、選手たちとニコニコ生放送を見ながら、たくさんのサポーターの方々ね、今日ここに来ることができなかったサポーターの方々も楽しんでいるということです。さあ、それではですね、早速ですね、そのカルチャーカルチャーの中継がつながっていますので、サテライト会場の様子をここで覗いてみたいと思います。いきますよ、ドキドキしますよ。サテライト会場 MC の DJ ジャンボさん、サテライト会場 MC の DJ ジャンボさん、これ俺の声でしょ。こちら、川崎フロンターレの佐藤優美選手、大島涼子選手、そして今ちょっと中座して大役をこなしてくれる伊藤博選手、またフロンターレの僕はこの人に聞け、中西哲夫さんをお招きして、そしてファン、サポーターの皆さんとも手を伸ばすと届きそうな、届いてしまうような、そんな近い距離で、和気あいあいとアットホームな雰囲気で、お送りしております。ね、あちらの本会場にね、行きたかったんですよね、皆さんね。でもこっちも楽しいですよね。なわけで3選手、そして中西哲夫さんとですね、こちらサテライト会場から、ニコニコ生放送を通じて、大いに盛り上がっているわけですけれども、第3部ではこちらからもどんどんと参加させていただきます。以上、サテライト会場の東京カルチャーカルチャーから DJ ジャンボ中村義明がお伝えしました。はい、ジャンボさん、そして哲夫さん、選手の皆さん、ありがとうございました。いや、向こうの会場も本当に盛り上がってますね。ちょっと皆さんの姿があまり見えなかったんですけど、声は聞こえましたね。そうですね。サテライト会場はこの後も中継をつないでいきますので、はい、こちらも楽しみにしていてください。はい、もうセーフでございます。ギリギリセーフでございます。さあ、それではここで皆様、今シーズンも川崎フロンターレを熱くご支援くださいます。2013シーズンユニフォームスポンサーをご紹介させていただきます。皆様、ユニフォーム胸スポンサー富士通株式会社様、ユニフォーム左袖スポンサー株式会社富士通マーケティング様、ユニフォーム初スポンサー株式会社皆様、今一度多大なるご支援、ご声援をいただいているスポンサーの皆様に大きな拍手を。
ありがとうございます。